時は戦国、戦乱に明け暮れた時代。天下をかけた戦いが今始まる。どの大名にしますか？大名を選択してください。我が領土になれ。田舎者が出しゃばりよって、ノルマは4問だ。第1問。2つ以上の政党が協力して作る内閣を何という？第2問。次のうち織田信長の子供でないのは？第3問。次のうち地震が起きた時に逃げると安全と言われる場所は？第4問。漫画ジャングル大帝のパンジャは何色？殿、敵を倒しましたぞ。いざ出陣。我らの国を守ってくれるお方を探しておりました。一問正解したらこの国を差し上げましょう。第一問。漫画新勇気の作者の名前は？いざ出陣。軍略の天才と言われるこの私に立ち向かおうというのかね。よろしい、ノルマは6問だ。第1問。現代で言えば歩兵にあたる戦国時代の増兵を何という？第2問。日本人初の世界チャンピオンを誕生させたバイクは？第3問。とっくり鉢は何を使ってとっくりのような巣を作る？第4問。カプコン CP システムチキチキボーイズで主人公たちの生まれた国の名は？第5問。稲妻という意味を持つお菓子は？第6問。ボクシングの元世界ヘビー級王者レオン・スピンクスが上がったリングは FMW と？殿、敵を倒しましたぞ。我が領土になれ。
田舎者が出しゃばりよって。ノルマは4問だ。第1問、漫画修羅の門の作者は？第2問、漫画ゴリラーマンの作者は？第3問、手書き文字認識を実用化したソニーの発展型電子手帳は？第4問、1ガンマは何分の1グラム？殿、敵を倒しましたぞ。時の経つこと火のごとく、考えること山のごとし、お主にできるかな。ノルマは8問だ。第1問、時代劇影の軍団の頭の服部半蔵は何代目？第2問、名古屋市の北東にある陶磁器の町は？第3問、漫画パンクポンクのパンクはどんな動物？第4問、昭和初期に日本が輸出していたストッキングの素材は？第5問、漫画釣り吉三平、三平の名字は？第6問、アメリカでクォーターといえば何セント？第7問、仮面ライダーの原作者は？第8問、ドラマきついやつらで玉置浩二とコンビを組んだのは？敵は退却しましたぞ。宇佐美貞之が軍師に仕官してまいりましたぞ。宇佐美貞之と申します。我が領土になれ。田舎者が出しゃばりよって。ノルマは5問だ。第1問、天皇とマスコミ、戦後ジャーナリズム史論を書いたジャーナリストは？第2問、次のうちカール・ゴッチに勝ったことのあるレスラーは？第3問、アニメ「トム・ソーヤの冒険」でトムの町にいる悪者は何女王？第4問、第二次大戦で使われたドイツの水陸両用車は何ワーゲン？第5問、関ヶ原の戦中、真田昌幸が徳川秀忠を撃破したのはどこの城？殿、敵を倒しましたぞ。
練りひばりにしてくれるわ。殿、鉄砲隊の出撃準備ができております。三択がありますぞ。戦いは力だけではないぞ、中身で勝負じゃ。行くぞ。ノルマは三問だ。第一問、トンネルズのシングル CD は何がやってくる？第二問、ケンタッキーのカーネルバーガーの CM に出ているのは？第三問、大仁田敦が所属するプロレス団体はどれ？殿、敵を倒しましたぞ。殿、的当てなどなされてはいかがですかな。殿、忍者を放っておきました。殿、暗殺に成功いたしました。空白地になりました。今こそ攻め時ですぞ。いざ出陣。我らの国を守ってくれるお方を探しておりました。一問正解したらこの国を差し上げましょう。第一問、将棋の駒ワンセットといえば何個ある？殿、影武者の用意ができましたぞ。相手にとって不足はないわ。我が北条家はお主らごときに負けはせぬぞ。ノルマは八問だ。第一問、谷間の百合、田舎医者などで知られるフランスの小説家は？第2問、カプコンのストリートファイター2でブラジル面の一番右に下がっている魚は？第3問、病気のはしかを漢字で書くと？第4問、気象庁は何省に属する？第5問、
エアジョーダンといえばどこが出しているスニーカー？第6問。朝日新聞社が出した現代キーワード集は？第7問。映画7人の侍が映画初出演、ザ・ガードマンの渋い脇役俳優といえば？第8問。ゴキブリ退治用の商品で実際にあるものは？殿、敵を倒しましたぞ。いざ出陣。我らの国を守ってくれるお方を探しておりました。一問正解したらこの国を差し上げましょう。第1問。アニメ金魚注意報でギョッピーダンスを踊るときに使う楽器は？いざ出陣。我らの強さを思い知らせてやるわ。ノルマは6問だ。第1問。求人誌の指名にもなっているトラバーユとはどういう意味？第2問。志村けん、田代正史がギャグコントを連発するのは志村けんの何？第3問。アニメ「キャプテンハーロック」でハーロックたちの敵は？第4問。アニメ「宇宙船サジタリウス」でトッピーが子供につけた名は？第5問。クイズ番組で30分間全部に丸×問題が出たのは？第6問。1989年ローマ国際ファンタスティック映画祭で最優秀主演女優賞を受賞したのは？殿、敵を倒しましたぞ。練りひばりにしてくれるわ。戦いは力だけではないぞ。中身で勝負じゃ。行くぞ。ノルマは4問だ。第1問。電波、音波が1秒間に振動する回数のことを何という？第2問。1ヶ月に100回サウナに通ったと言われる芸能人は？第3問。昭和35年発売された初のロングサイズタバコは？第4問。カプコンの CP システムファイナルファイトの外は忍術を使うが、その流派は？殿、敵
敵を倒しましたぞ。いざ出陣。我らの強さを思い知らせてやるわ。ノルマは6問だ。第1問。東北地方の真夏の行事を代表する青森市の祭りといえば、第2問。戦国時代の領地支配の基本法は、第3問。世界産業労働組合は IWW。では、世界保健機関は、第4問。井筒部屋親方の次男の力士は、第5問。バイクの問題。日本で初めて市販されたモトクロッサーは、第6問。次のうち日本のスキーメーカーでないブランドは、殿、敵を倒しましたぞ。いざ出陣。我らの強さを思い知らせてやるわ。ノルマは6問だ。第1問。山下久美子の夫で元ボーイのメンバーといえば、第2問。1992年度の F1GP で全てのチームが使用しているタイヤのメーカーはどこ？第3問。1991年度全日本 F3000 選手権でチャンピオンになったのは誰？第4問。必殺シリーズの最初の作品は、第5問。関東大震災が起きたのは、第6問。プロレスラー重心サンダーライガーが得意とする格闘技は、敵を倒しましたぞ。殿、やぶさめなどなされてはいかがですかな。
相手にとって不足はないわ。お主の力で我々を倒せるかな。ノルマは8問だ。第1問、笑っていい友で友達の輪のコーナーはテレフォン何？第2問、次のうち実在するプロゴルファーは？第3問、競馬の問題、ジャパンカップで日本馬が初めて優勝したのは？第4問、有線で実際にある羊の数を数えてくれる番組、何匹まで数える？第5問、漫画ドロロでドロロの正体は？第6問、地殻とマントルの間の不連続面を発見したのは？第7問、世界で初めて屋根瓦を発明したのはどこの人？第8問、漫画ヴァンパイア主人公トッペイは変身して何になる？殿、敵を倒しましたぞ。殿、杯の中身を当てる遊びが流行りだそうです。気晴らしに一度試してみては？いざ出陣。我らの強さを思い知らせてやるわ。ノルマは8問だ。第1問、ニクソン大統領を辞任に追い込んだカール・バーンスタインは当時どこの記者？第2問、パチンコ台の釘の並び方で本当にあるのは？第3問、次のうち自民党金丸信の選挙区は？第4問、イタリア料理でタリアテーレって何？第5問、次のうち UFO の形を表す用語でないのは？第6問、カプコンのシューティングガンスモークの内容は？第7問、昭和41年のヒット曲でフォークソング流行のきっかけとなったのは？第8問、メキシコのプロレスの正式名称は？
敵を倒しましたぞ。相手にとって不足はないわ。この戦、後世まで語り継がれよ。お主と私の戦いであるからな。準備は良いか。ノルマは8問だ。第1問。物質の化学的性質で酸性も塩基性も示さない性質を何という？第2問。メガドライブの三国志列伝のサブタイトルは？第3問。昭和61年、ビートたけしが殴り込んだ写真週刊誌はどれ？第4問。王子と乞食の作者といえば？第5問。昭和61年の三原山大噴火は何年ぶりの噴火だった？第6問。阪神タイガースの葛西実選手の背番号は？第7問。アメリカのペンバートン博士が考えた頭痛薬、今では有名な清涼飲料水は？第8問。戦国時代、身分の下の者が上の者になり上がることを？殿、敵を倒しましたぞ。相手にとって不足はないわ。お主の力で我々を倒せるかな。ノルマは8問だ。第1問。漫画「ノラクロ」が連載された雑誌といえば？第2問。光栄のシミュレーションゲーム信長の野望シリーズの第4作目の名前は？第3問。業界用語で B 級アイドルってどんなアイドル？第4問。奔放でわがまま、本当は悲しい女の子を描いた吉本バナナの小説は？第5問。タイガーテイルスは第2の何と言われた？第6問。テレビ『笑点』の名物コーナーは？第7問。あっぱれを漢字で書くと？第8問。戦国時代、合戦での怪我に効くとされたものは？殿、敵を倒しましたぞ。相手にとって不足はないわ。お主など私の敵ではない。
ノルマは6問だ。第1問。獄中で口述筆記されたという我が闘争の著者は？第2問。スーパータイムでスポーツ少女を紹介するコーナーは何を探せ？第3問。バイクの問題。メットインスクーターの元祖といえば？第4問。織田信長が殺された本能寺はどこにあった？第5問。光の国の子供たちというアルバムを出したバンドは？第6問。アメリカ南北戦争当時の大統領は？殿、敵は退却しましたぞ。いざ出陣。我らの強さを思い知らせてやるわ。ノルマは7問だ。第1問。パチンコ台で客が店の設定した制限の玉を出し切ることを？第2問。アニメ「ゲッターロボ G」でトマホークを使うのは？第3問。上野の西郷さんの銅像の制作主任になった芸術家は？第4問。アニメ「頑張れキッカーズ」の主題歌を歌ったアイドルは？第5問。アニメ「小さなバイキングビッケ」で次のうちビッケの仲間にいないのは？第6問。イギリス人が夕方の5時に飲む紅茶を何という？第7問。万有引力の法則に関係ないのは？敵を倒しましたぞ。いざ出陣。我らの強さを思い知らせてやるわ。ノルマは8問だ。第1問。お相撲さん曰く、あいつはエビスコが強いやつだ。エビスコが強いとは？第2問。テレビ水曜スペシャルで有名だった冒険シリーズといえば？第3問。吉村麻里、渡辺徹が司会の料理番組は？第4問。パチンコで真ん中にあるチャッカーを何という？第5問。天の虫と書いて何と読む？第6問。地球の自転を振り子で証明した学者は？第7問。1897年に発見された世界一重い象の牙、さて何キロあった？
第8問。鶴はどうやって寝る？殿、敵を倒しましたぞ。相手にとって不足はないわ。お主など私の敵ではない。ノルマは7問だ。第1問。ドイツのスポーツカーで968、928などの種類があるのは？第2問。昭和23年から4年間サマータイムが行われたが、どのくらい時計を進めた？第3問。長野県の上諏訪市にある駅には何がある？第4問。宮沢りえがカレンダーで話題になった格好は？第5問。次のうちスバルの車はどれ？第6問。手塚治虫のミクロイド S でミクロイドを作ったのは？第7問。アイレムが移植したハドソンの家庭用ゲームは？敵は退却しましたぞ。我らが武勇を世に示せ。ずいぶん暴れ回っているようだが、お主の勢いもここまでじゃ。行くぞ。ノルマは6問だ。第1問。ゴルフの全英オープンが初めて開かれたコースは？第2問。ゴルフでプレイ中にアドバイスの入ったテープを聞いたら？第3問。バイクでクォーターといえば排気量何 cc？ 第4問。車の帝王であり帝王の車といわれる英国車は？第5問。戦国大名織田信長の父親は？第6問。アニメ魔法の妖精ペルシャの原作はどの少女雑誌に掲載された？殿、敵を倒しましたぞ。相手にとって不足はないわ。お主など私の敵ではない。ノルマは8問だ。第1問。別名リベリアカバ、体長 1.7 メートルぐらいで西アフリカの密林に住む哺乳類は？第2問。フェーン現象はどんな特徴の空気を風下にもたらす？第3問。
人間は眠らないで、だいたい何日生きていられる？第4問。手塚治虫のワンダースリーのボッコといえばどんな動物？第5問。麻雀牌を使った山崩しゲームといえば？第6問。縦に4つ車輪が並んだローラースケートを何という？第7問。漫画キテレツ大百科の主人公の名は？第8問。日本サッカーがオリンピックで獲得したメダル数は？殿、敵を倒しましたぞ。我が領土になれ。田舎者が出しゃばりよって、ノルマは4問だ。第1問。第二次世界大戦の問題、日本のロケット戦闘機小水の原型機は？第2問。マツダが発売したユーノスブランドのオープンスポーツカーは？第3問。トマト銀行の前の名前は？第4問。アニメ小熊のミーシャは何オリンピックのマスコットをアニメ化したもの？敵を倒しましたぞ。殿、天下統一を祈願しておみくじを引いてみるのはいかがでしょうか。過ぎたるはなお及ばざるがごとし、幸先がよろしいようで。殿、忍者を放っておきました。殿、暗殺に成功いたしました。空白地になりました。今こそ攻め時ですぞ。いざ出陣。我らの国を守ってくれるお方を探しておりました。一問正解したらこの国を差し上げましょう。第一問。食事の時にずらりと並んだナイフとフォーク、普通どこから使う？相手にとって不足はないわ。お主の力で我々を倒せるかな。ノルマは8問だ。第1問。宮崎県でヨダキーとは何の意味？第2問。 F1 グランプリで1988年で使用が禁止されたエンジンは？
第3問。特捜最前線で津波刑事の死因は何？第4問。アニメチキチキマシンモーレースでレースに出場する車は全部で何台？第5問。ボクシングでかがみ込んでディフェンスすることを何という？第6問。昭和38年頃、中卒就職者は俗に何と呼ばれた？第7問。この世に恨みを残して死んだ美女が変化した妖怪は？第8問。宮崎県の空港にある大きな人形は？殿、敵を倒しましたぞ。いざ出陣。我らの強さを思い知らせてやるわ。ノルマは6問だ。第1問。モグラは哺乳類の何か？第2問。都会的で洗練されたファッションを形容する言葉、ニートの意味は？第3問。戦国時代、油売りの身分から大名になった美濃のマムシとは？第4問。東証株価指数の略称は？第5問。アニメ「天空の城ラピュタ」で主人公パズーとシータの出会いは？第6問。遠藤美智郎率いるパンクバンドといえばどれ？殿、敵を倒しましたぞ。我が領土になれ。田舎者が出しゃばりよって、ノルマは5問だ。第1問。若い時はオス、成長するとメスに性転換するタイは？第2問。カプコンのストリートファイター2で春霊の本当の職業は何？第3問。浄土宗の開祖は？第4問。アニメ不思議の海のナディアでナディアのペットキングは何？第5問。コーヒーの大部分を占めるアラビカ種の原産国はどこ？敵を倒しましたぞ。我らの強さを思い知らせてやるわ。ノルマは5問だ。第1問。テレホンカードで1000円のカード、度数はいくつ？
第2問。モズが獲物を木の枝などに刺す行動を何という？第3問。アーケードゲームファンタジーゾーンの主人公の名は？第4問。ジーンズの定番501といえばどこのメーカー？第5問。茶の子って何？殿、敵を倒しましたぞ。いざ出陣。の強さを思い知らせてやるわ。ノルマは5問だ。第1問。アーケードゲーム源平討魔伝で弁慶が登場する時のセリフは？第2問。本名佐藤佳代の元アイドル名といえば？第3問。漫画ガラスの仮面北島麻耶が目指している役名は？第4問。滝沢馬琴の南総里見八犬伝の時代背景は？第5問。映画雨に歌えばの監督兼主演は？敵を倒しましたぞ。我が領土になれ。田舎者が出しゃばりよって、ノルマは拷問だ。第1問。アニメパステルユーミで主人公花園ユーミのペンダントの形は？第2問。手塚治虫のトレードマークといえば？第3問。ロシアで茶を沸かすのに用いた湯沸かし器の名前は？第4問。宇都宮を漢字で書くと？第5問。有価証券などの売却益を何という？殿、敵を倒しましたぞ。相手にとって不足はないわ。天下を夢見るのはお主らだけではないぞ。ノルマは8問だ。第1問。文村翔、杉村新一作の自衛隊ギャグ漫画は？第2問。シューティングゲームツインビーでパワーアップするには何を取る？第3問。次のうち職業選択の自由を規定するのは憲法第何条？第4問。子牛のローストのことをイタリア料理で何という？
第5問。料理番組ごちそうさまで高島忠夫と出演する彼の家族は？第6問。ウィンドサーフィンのセールが回転できる角度は？第7問。べったら漬けって大根を何に漬けたもの？第8問。医学用語超肥満とは標準体重の何倍？殿、敵を倒しましたぞ。我らが武勇を世に示せ。伊達に人より長く生きてはおらぬわ。お主の苦手な問題ばかり用意しておいたぞ。ノルマは8問だ。第1問。四谷怪談に登場する民谷伊右衛門の前妻といえば？第2問。クライスラーとはどこの国のメーカー？第3問。青銅で作られた彫刻や工芸品を何という？第4問。エニックスが出している月刊漫画誌は？第5問。フジテレビの別名は何という？第6問。山間の谷間に住む小さなカニで丸ごと揚げて食用にされるのは？第7問。ムクドリって漢字でどう書く？第8問。池田貴族がボーカルをやっているバンドは？敵を倒しましたぞ。殿、人相当てなどなされてはいかが。皆の者、ご苦労であった。織田信長は天下を統一した。